うちからね、5分ぐらいのところにね、なんとね、喫茶店ができてたんですよ。できてたというか、僕は知らんかっただけかな。でね、村の人に聞いて、どんなとこかっていうのをね、ちょっと探検来ました。ぽっちゃんと一緒にね。はい、ぽっちゃん行こう。どんなとこか見に行こう。ぽっちゃん、おい。ぽっちゃん。いや、こんにちは。喫茶店だったんですね。あそこの駐車場で見て、あ、喫茶店やと思って。僕ら絶対喫茶店って言うもんね。カフェ、カフェ。ね。見たですね、なんか。知り合いが多いんかな。ね、駐車場からこんだけ離れてなかなか来ないもんね。ああ、ほんで。ああ、お盆は休みかな。ああ、やってはるんや。ああ、やってるんや。ちょっと探検行こう。ここに住んでないの。ああ、へえ。あ、そう。はい、ちょっと見ますわ。と、うん、その犬と。へえ。茶色い細い犬。うん。はい、ちょっと見ますわ。あ、そうなん。ちょっとまあ散歩で寄ってくったら、寄ってくる犬。入れた墓のとこ。あ、はいはい、いっぺん行ってきます。はい、探検探検。よっしゃっしゃ。へえ、こんなとこです。休暇を利用して作ったみたいですね。こっち座れ座れ。へえ、ぽちゃん見てんの。なんもないわ。記念撮影どっかできるとこないか。こっ、あ、ここでしょ。こんなとこです。あ、綺麗なとこや。よし。こっち、ちょっとここへ座れ。よし、記念撮影。よし。ポチ、こっちこっち。あ、飲む。ここへ座らなあかんの、ポチ。こっち向いて、こっち向いて、こっち向いて。はいはい、座れ。よいしょ。よし。こっち向かなあかんの、ポチ。怖い。行くか、ほんだ。なんかしょうもないわ、お前。よし、座れ。ここ、よし。これ、いいんだから。ポチ？それとですね、ソフィーがね、盆休み中、ちょっと僕が多忙すぎて、子犬なんでね、ちょっと面倒大変で、見れないんでっていうことでね、高木の家にね、ちょっとホームステイしてもらいました。またね、動画とか送ってもらえたら、アップしますね。あ、まだね、子犬なんで、ちょっとね、お世話が大変で、ちょっとね、やはり盆休みいうことでね、セッションとか面会とかいろいろね、
やることがいっぱいで、ちょっと心配なんで預けました。今日も暑いですね。うんち。はい。なんか途切れ途切れの動画になっちゃいました。咳はね、これ気管支炎なんですよ、僕ね。んでね、ちょっと動いたら咳込む時があります。夏場ね、マシやったんですけどね、ちょっとね、疲れてくるとどうしてもね、咳込む時がありますね。何時なんやろ今、わかんない。暑いね。でもが遠くに見えます。プレハブね、そろそろいらわなあかんと思ってんねんけど、なかなか時間がなく、放置状態ですね。放置状態いうか、中にクーラー効かして、1階には野犬たちと、あともろもろ10頭ぐらい入ってるんですけどね。景色はいいんですよね。見慣れたからもうなんかスカッとするなっていう気分がだんだん薄れてくるんですが、結構ね、やっぱり落ち着きますね。ここは裏歩いたらね、これ裏なんですが、うちの犬舎の裏歩いたらやっぱりスッとしますね。もうすぐね、ここのね、嫌なんですよ、これ全部ね、草刈りなんですよね。ここもうすぐ盆開けたらみんなでね、草刈りなんですよ、朝から。これがすごい嫌でね、虫とね、マムシが出るんですよね。マムシ結構います。うちの犬舎はね、犬いてるんかで、なんかでマムシほとんど出ないようになりましたね。来た時はね、結構いたんですよ。でもね、今年一回でいいかな、マムシ見たん。あまりね、見かけなくなったなって思いますね。虫はすごいですけどね。あとね、ダニとか、ダニのどうなんですかとか言って、どうしてますかって言ってね、コメント入ってました。あのね、ダニのフロントラインとか、あれね、獣医さんの罠なんですよね。毎月、月1回、フィラリアと一緒のようにするようにね、なってますけど、フィラリアは毎月しないとダメですよ。でもね、ダニ、あれね、薬、殺虫剤なんでね、殺虫剤体に染み込ませて、体内に染み込ませて、それでダニのみ落とす薬なんで、非常にきついんですよ。ほいでね、フィラリアもきつい薬なんですが、フィラリアはね、飲まれそかないとえらいことになるんで、あれなんですけど、ダニ予防的に僕しないです。予防いう感じでしないですね。飲みダニは、見つけた時に前頭をやるですね。で、あれをね、毎月やっちゃうと、やっぱり犬の体に良くないんでね、そうしてます。それでうちの犬舎で今までに飲みダニ見たことないです。新しい子をね、入れる時にやっぱりチェックしてますし、必ず飲みダニ落とし、会長落としはやってから入れてるんで、今のところ侵入者なしですね。だから草あってもダニいないですね。つかないです。まあ散歩でね、こんなとこでいてるかもわからないけど、今まで飲みダニはついたことないですね。それとね、飲みダニ予防とか駆除とか入って毎月やられてる獣医さんいてると思うんですが、飲みダニってね、夏だけじゃないですよ。春から秋にかけてだけじゃないですよ。冬場も飲みダニはいてるんですよ。ただ活発じゃないからつきにくいんですけど、飲みダニはいてます。でもね、おかしいことに、あれ、春から秋まで、フィラリアと同じ季節に、
売っちゃうんですよね。やってくださいいうことで、でダメですよ、飲みダニはとか言ってやってるんですけど、それなら恋はもしないダメなんですよね。だから罠にかかってるんですよあれ。だから絶対わかるんでね、かゆがってるとかなんかわかるんで、でそれで駆除すればいいと思いますよ僕は。毎月やっちゃうと犬の負担になるし、お金もかかるしね。あれ、結構高いでしょう。で、僕はそういう風にずっとやってます。不思議やなって、獣医さん言われてるの不思議やなって僕思ってたんですよ。ただ活発になるんですよ、暖かい方が。でも、のみって地面に休眠するんですよね。で、暖かいもんがペチャッと上に寝ると起きてペッてひっつくんですよね。だから冬場も、土とかのみのおるとこに犬が寝転んだらのみ移るんですよ。これでダニもそうなんですよ。ダニもあの土の中で休眠っていうのはないんですけど、活発が遅くなっていてるんですよね。これで犬の体温でひっつくんですよ。だからあれおかしいんですよ、暖かくなってきたらのみダニしろっていうの。それ言う獣医さんなら1年間通してしろって言わないけないんですよね。ほんで都会で飼われてる方、室内飼い、まずダニは移んないですよ。草のとこちょっと行ったところでダニいてるってほんと少ないですよ。ノミはね、猫とかが、野良猫とかがおったらね、ノミ気ぃつけなあかんと思いますけど、うちは野良猫とかいないんでね、あんまりねノミ気にしてないんですが、のみは気にしなあかんけど、都会で飼われてる方、ダニは気にしなくていいと思うんですよね。ほいで、売っちゃってるの。ワクチンもそうですよ。ワクチンも、九州とかできてるけど、九州に入ってるのなんか、山におるネズミとか、そういう野生動物の糞とか、肉とかね、なんか食べ残しとか、なんかそういうのからの感染とかね。そういう病気しかなんですよ。だから都会に住まれてる方、九州なんか絶対いらないですよ。犬かわいそうですよ。他の菌何種類も入れちゃうんで、病気の発端になるんですからね。だからこう暑い、よだれ、暑いな、座れ。だから本当にね、気をつけられる方がいいと思いますよ。その売ってあげるのはね、ポンポン売ってもあれやって思うんやけど、でも犬負担になるんでね、それだけね。だから必要最小限のね、ワクチン打たれたらいいと思います。まあドッグランとか、ペットホテルとかね、トリミングとか、そういうのを使うとき必ずね、狂犬病とワクチン言われますんでね、それはしなダメなんですが、狂犬病なんか法律で決まってますんでやらなダメなんですが、でも犬の負担を考えるとね、よく考えてやられるといいと思いますよ。それと、あと2本だけですよ、毎年やってんの。ね、これもおかしいんですよ。2本だけが毎年やれって言ってね、狂犬病と、ワクチン。アメリカは3年やったかな。ヨーロッパも3年か2年かに1回ですよ。2本だけです。だからどんだけ日本は犬のこと思ってないかなんですよ。負担になることをやらさないっていうことでね、やったらいいんちゃうかなと思うんですけどね。なんかかわいそう。でも決まってるからね、決まり事なんで、打たな仕方ないんですけどね。でもアメリカが3年1回でいいって言ってるのに、なんで日本が1年1遍やねんっていうことなんですよね。アメリカの方がね、進んでるんでね、ヨーロッパの方が進んでる。それでも2年に1遍、3年に1遍なんですよ。ですからね、どんだけ、飼い主さんが騙されてるかいうか、利用されてるかなんですよね。で、獣医さんどんどんできていくんですよね。だからね、信頼できる獣医さんなら、言われますよ。うちでも言われましたよ。ドッグランとか、そういうとこ連れて行けへんかったら、ワクチンは、必要最小限、2年か3年に1遍打ったらどうって言って、言われましたよ、うちね。だからね、うちね、今はね、たくさん預かってる犬とかね、
いてるんでね、ワクチンは必須にしてますけど、本当にね、日本と世界と違うんですよね。だからね、そこらもよく考えて、必要のないものはね、薬入れないことですよ。薬って逆に読んだら何か知ってる？読んでみてもらいます？薬って書いて。リスクです。ね。体にリスクを負わすためのものなんですよ、薬ってね。だからできるだけ使わないようにされるといいんじゃないかなと思いますね。はい。じゃあ、失礼します。